はい、私たちは今ギリシャのアテネのハドリアヌス図書館に来ています。はい、相変わらずボロボロですねなんちゅうコメントってことで、今日はこのアテネの観光していきます。いきます。現在9時なんですけど、気温が35度ぐらいあります、うん、暑いね。暑いで、今日は最高気温40度なので、午後12時から5時の間は遺跡が閉まってしまうらしいです。いや、まあ危ないわね、こんなね。危ないね。でもさ、知らないとさ、結構な時間閉まるじゃん。閉まるね。だから見逃すよね。うん。はぁ、暑い。まず、ちょっと回ろう。はい。立派じゃん。あ、ここ立派ね。ね。お、いい感じですね。いいね。すごいな。はい、続いて2カ所目、ローマアゴラに来ました。はい。こんな感じ。マジヒロッパ。ヒロッパ？ヒロッパ。ヒロバとハラッパの造語みたいですね。で、ここさ、入るときにさ、チケットオフィスにさ、共通チケットをピッてスキャンしてもらおうと思ったんですけど、人がいなかったね。ね、こんなばっかり。なんか雑い。もうね、遺跡なんかね、あんま多分ありがたみが少ないのかもしれない。いや、遺跡だけじゃないって、もう公共のものはさ、全部もうさ、人いるんだけどさ、もういいよ、めんどくさいからみたいな。そうだね、なんかちゃんと徴収するっていう文化が薄い。ないね、そりゃ財政破綻するわっていういや、そうなんだよ、こういうとこちゃんと取るとこ取らないとそうすごい、こういう雑削減がちょっとね、よろしくないよねいいね、やっぱなんかいいね、地中海って感じがするよね。そこに地中海味感じるんや。地中海感じるね。写真でローマンアゴラを見るとさ、あれあれ、あの門ね、あの門があるからさ、なんかすげえ立派なんだろうなと思って来ると、本当にただの腹っぱっていうね。実際はこれですよ。これあのやっぱ写真がむずいね、そういう意味だとね。写真で判断して来るのはね。そうだね。まあでもアゴラって基本的にさ、広場って意味だからさ、あんまり物がないはずないよね。そういうこと？うん。お前が言葉の意味も知らずに、勝手に期待値を膨らまして、来て、自分の期待と異なったからって文句を言うのは、いかに失敬だってこと？そうだ、筋違いだ。最低。そういうことですよ。次行こう。はい。今いるのはケラメイコスです。何してんの？これはもうこの入り口のところで待機してるから。ここから動かないってこと？もう無理。もうこんな気温で、こんな見てよ、この何にもない原っぱで、もう日陰も何もないもん。もう危ないよ、もう俺は行かない俺は聞いたことないし、そのミコネイコスとかいうやつ。キラメイコスね、聞いたことないもんもう俺はあの神殿の有名な、一番有名な神殿だけでいい。カルテノン神殿。ということで、私この待機してます。はい、私が今いるこの辺りはですね、どうやら古代のお墓みたいです。でもなんか古代のお墓ってこういう装飾品があるイメージないから、なんか珍しいなと思います。こういう風にね、レリーフみたいな。のがいっぱい。これはなんかこのもうちょっとその後に出てくるような墓石みたいな概念に近いようなって気がしますね。すっごいなんかいろんなのいるな。これ本当に古代からあんの、こんなの本当に。はい、戻ってきました。どのぐらい経ったかな。元気？家帰ろっか。そうだね、あっちいい、ほんと
現在アクロポリスに並んでいます。はい、朝7時半だから開営業時間の30分前なんですけど、見ての通りね、うん、話によるとね、あ、ちょっともう1時間も遅れて並び始めると12時ぐらいまで並び始める運命になるらしいから、そう、熱中症で倒れたりとか、なんか入れなかったみたいな。そう、12時に閉まっちゃうからね。そう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 、熱中症対策でっていうことがあるらしくて、私たち開園30分前に来ましたが、やっぱ結構ね、続々とね、さっきから並んでるよね。いや、そうなんだね。ね、まあ、並ん待ちましょう。はい、一番大人気スポット。はい、よし、急ごう。でもね、急ごう。はい。月みたい。うわ、すごいな、向こうの方に一望できるじゃん、街が。すごいね。あ、すごい景色だった。本当に丘の上なのあんだね。ねえ、違うね。都市都心での倍の倍がある。すごいね。何この人の多さ。すごいね。うん、早めに来てよかったね、マジで。いや、ほんとだね。こんなの、このことなんだね。ねえ、こんな落ち着いて見れたもんじゃないよね。回転して45分。45分でここまで。並んでる人がみんな入ったんだ、やっと。あー、一軍がね、多分ずっと並んでるからね。うん、ね、俺らもう最初のね、30番目くらいだったもんね。うん。入れたからまだなんか回転が見れたけど。うん。こんなひどくなるんだ。ねえ。月曜だっていうのに。そう、月曜の朝一。まあ、ちょっと下行こうか。はい、じゃあちょっと混み出す前にいろいろ見ましょうか。お待たせします。はい、今何時ですか？今9時半です。だからオープンしてから1時間半ぐらい行くない、この列どこまで続くのって話じゃない、あれ。向こう側の道路まで続いてるじゃん、一本通りを。いや、もう向こう側とかのレベルじゃなくね。え、向こうだよ、一番向こうの。折り曲がるんじゃね、これ。確かにそうかも。向こうまで行くからどうして、行こうか。うん、やばいね、これ。営業時間より前に並ばないと罪やね。観光割のマクドナルドです。美味しいね。ホテルの良かったね。良かったね。うん、ホテルは暑かったけど良かった。うん、毎日午前中しか動いてない。無理だと思うよ。午後はね、危ない、うん。何がっていうのはちょっと表現できないけど良かった。いや、まあ有名な観光地に来れて良かった。うん、街もゆったりしてるしね。うん、そうだね。はい。ちっちゃいもん、ギュッとしてる街だから。あ、そうね。全然、まあ、うん、バス乗ってるけど、うん、歩いても歩けるよね。うん、そうだね。余裕でね。うん。まあ、そんな感じでした。はい。はい。